はい、アサシンクリードオデッセイ DLC に続きやっていきたいと思います。けど前回パートってか前回ちょっとね録画してたんだけど音声がねダメだったみたいでこんな感じのことをしてました。アレクシオスか、我が目を疑ったぞ。エルペノール、運命の女神にも慈悲はあったか。傭兵よ、お前こそ待ち望んでいたものだ。俺にとっては一番会いたくなかったやつだ。そうだろうな、我々の別れ方は友好的ではなかった。父さんを殺させようとして俺の命も狙った。今は後悔している、心からな。コテはもらうぞ。まさか独り占めしようなんて考えてなかったよな。でエルペノールからね、素直じゃないにしてもコテをもらったんだよね。武器の伝説の武具の一つね、シセル勇士のコテということで、これでコテがね、前回パートでは見つかってない、どこにあるかわかんないってカロン言ってたんだけど、結局なんか運よく入手することができた感じで、今回パートはクエスト、これをやっていこうかなと思います。で、別口でこれが発生してんだけどね、脱皮する蛇ということでね。で、前回パートの録画ミスったとこでエルペノールと再会して、で、シセル勇士の鎧を全部集めてからね、エルペノールのところに合流するってことでね、とりあえずこっちの方をね、進めていかないといけないというのも、ここもね、コスモスのモントみたいな感じで、今こいつを見つけてんだけど、順番に見つけて殺してって、達成していくって感じのクエストです。それと同時進行で、ね。三つが同時に進んでいくみたいですね。で、今回パートは今、この辺に来てます。ここの辺のとこでエルペノールと会って、ロケハンシガテラこう、ファーストトラベルポイントとかね、解放したりしてたんだけど、今回パートはね、アテライの毒使い、こいつを発見したんで、ここに向かっていきましょう。で、ついでにロケハンしながらね、ここを巡りながらここに向かって、今回パートはこいつを討伐するっていうことにね、やっていこう。そんな感じのことを思ってます。まあ、移動していきましょう。まあ、ね。エルシオンと違って、なんか本当にハデスって感じの世界で、まさに地獄をイメージした感じなのかな。で、敵はなんか、犬みたいなやつが結構ね、さまよってる感じで、結構強いんだよね、そいつがまた。よいしょ。いけ。ね、一個人にいない感じ。さて。よし。ここはなんだ。宣告月神者の村。で、前回パートっていうかね、録画ミスったところは、なぜかというとね、G-Force Experience のアップデートでね、それアップデートしたらなんかね、また設定がなんか最初に戻っちゃったみたいな感じで。はい。なるほど。まあ、こいつら関係ねえんだよな。あともう一個。エルシオンもだけどね、アイテム盗んでも特に追われることもなくね、もうみんなそれどころじゃないんだよな。確保。はい、じゃあこのまま次のとこに向かっていきましょう。でもそこは、戦わないといけない感じ？経験値がドラうまいんだよね。
移動してんのか。移動してない、あの炎。炎も、あの、追う一人なんでね、システル勇士の。この中にいるってことか。まあじゃあ今回パートはうまいこといきそうだね。あ、いるね。いた。大タコの入れのカジキ。カジキだって、めっちゃ懐かしい。覚えてますか皆さん。気をつけて行動しなければ。まあせっかくなんで、ちょっと他のやつもちょっと探索しましょう。海底のとこにいたやつね、カジキって。カジキは印象深くて覚えてんな。なんだ？あ、あれ、これがね、あの、鎧装備しないと入れないとこなんでね。殺せるかな、一発で。うわ、殺せなさそう。懐かしい、覚えてるよ。おいで、近くおいで。うわ、めっちゃ削られるな。ほら。オッケー。こいつは隊長扱いじゃないよな。うわ、またパープすんだか、こいつ。うん。よしと、よっしゃ。コスモスのモンスターよりもちょっとやっぱ強いんだよ。わわわわ。スーパーアーマー状態だからちょっとダメージが入りにくい。そういうことじゃない。いやー、誰も寄ってこなくてよかったわ。ほら、ほい。で、英雄の一撃も溜まってるしな。あんま寄るとなんか来そうだよね。いや、怖い怖い怖い。ほら、魚とでも一緒に泳いで。うん、2回目だと殺すのは。殺害を確認。はーい、カジキの手紙。うん、はい、まあ、そんな感じでこんな感じになります。次のウェーブね、ここね。おお、いろいろいるんだな。で、発見してそれも殺していくっていう形ね。なんかいいんで、殺さず。下手に攻撃しちゃうと嫌だから。まあ、いっか。さて、鬱陶しいな。いけるか、レベル72。慣れちゃったな。雑魚くてよかった。ちょっとボタン間違えちゃった。右が気になる。
あんたもサクッと。確保。あいつ殺さんでもこれで。隊長がどっかいるんだな。あ、いた。いるじゃん、あそこに。まあ、こいつだけ殺して、どっか消えたいもんだけど。わわわ、危ないよね。ほら、お疲れさん。あばよ、もう行くぜ。で、次の目的地はここね、向かいましょう。120、100メーター。よいしょ、すごい砂ぼこり。これ絶対マスクしてないとやばいよね。行くぞ。で、冥府のゆりかご、ここは入れないんだよね。はい、で近いです。今回の目標地点55メートル。おい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 、やばい、そこにいる。よし、何やってんだか。バックスタブでもそんな死なないからな。エリクレスの飼い犬、どれだけこの日が来るのを待ったことか。そうかい。今こそお前の死を千日の罪の罪で満たしてやるとしよう。あー、いたよね。エリクレスを救えなかった。下に奴を送りつけてやろう。いい、ペリクレスもいいのかな。こいつなんか毒がすごかったね。うわ、やばい。やっべ、あらよっと。うん、たまりにたまって。これで終わり。うん、終わらせてくれ。格下のくせに強いもんな。やべやべ。はい、お疲れさん。アテナイの政治家を毒殺しよう。そう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 、いた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 。確認。わあ、エピクテトス。はい、まあそんな感じって。なるほど。あー、なんか、覚えてないけど、覚えてないけど。だけど、装備しないといけないのかな？ウォリアダメージ上がって、シセル有志セット 5V で、いけるんだけど、でもそうすると、ハンター装備になっちゃうんだよな。まあ、どの部位が集まってるかということで、あと2部位
あと2部位みたいです。はい。まあ、こんな感じになってますけど、また、戻しますけどね。戻して残りの2人も倒していきたいと思います。とりあえず、今回パートはここで終わるんじゃなしに、とりあえずファストトラベルポイントまで向かいましょう。向かって、あとはね、倒したとこまでカットするって感じで、残りの2人も一気に終わらせていきたい。そんな感じに思います。なになになに？まあいいや。はい、とりあえずじゃあ、行きますね。はい。到着したけど。びっくりした。まあ一応戦利品確認していくんだけど、どっから行くんだ？あいつが目的地のエベクト・テトス？そんなみたいですけど。まあこれがモニュメント的な感じで、多分ここから、あ、まんまじゃねえか。お？いるな。はいはい、行きましょう。どんどん行きましょう。やばない？なんかやばそうな感じなんだけど。はい。まあちょっとね、戦闘もめちゃくちゃ多分長いだろうからカットします。はい、まあそんな感じでカットします。はい、めちゃタフだったわ。レイムさんが殺されて殺した男。あ、そうなんだ。はい、でそんな感じみたいです。で、シセル勇士もまた見つけたぞ。はい、じゃあそんな感じで、まあせっかくなんで装備していきましょう。これね、これはアサシン上がるんだ。で、マップ的にどこだ。ここか。めっちゃ遠いとこだな。まあとりあえず今回パートはこいつも殺すか。その前にこいつがいるからな。いや、こいつか。こいつで終わりなんだ。これで装備が揃うんだ。じゃあここまでカットしてやっていきまーす。はい、近くまで来ました。やっぱりここもね、まだ入れない感じだし、敵はいっぱいいたけどね。あとファストトラベルポイントがここにあるんで、まあこいつを殺して終わらせますか。さて、歩いてるぞ。向こうを見てる。なんだお前。わ、解除されてる。やべやべ。2体同時か。勘弁してくれ。ちょっと厄介だぞ。奥のやつが吸い寄るな。とは言いながら手元に身近にいるやつを先に攻撃するしかねえ。
とは言いながらこっちも。いやー熱いな。はい、まあそんな感じでちょっと時間も長くなりそうなんで、ちょっとここはカットしてやっていきます。本当にお疲れ様でした。いやー結構ねめーちゃ時間かかったわ。よっしゃ、はい、お疲れ様でした。うん、そんな感じで、これでゴルゴン殺しのペルセウス、あ、で、これを勧誘するって感じなんだよね。で、これをペルセウスを倒すことによって、これか。こういうことですよ。ペルセウスを倒すと、次はまた、どっかまたね、アキレウスとか紹介してくれるのかな。で、今回の入手した、これ、シセル勇士のセット装備。これで、タルタロスの帳を通り抜けられるようになりました。そして、あ、ここももう入れるようになったって感じだね。じゃあ、とりあえず今回パートはここで終わりたいと思います。この後ね、ここ、ファストトラベル、できるようにして、まあ、ロケハンして、この装備で、今まで越えれなかった、入れなかったところも探索していきたいなと思いますけど、次回パートは、そうね、この辺もやっぱり今回パート大幅にカットしてるけど、めちゃくちゃ時間がかかりそうな感じなんで、うん、これもなんかさ、冥府へようこそっていう感じじゃん。というのもこの、これもダンジョン攻略して、槍をかざして完了のクエストなんで、この辺を終わらしたところでいよいよっていうことでね、このクエストやっていこうか。そんな感じかな？そうね。そういう感じね。オッケー。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。で、こんな感じになりました。ちょっとなんか、スカイリムっぽくない？全然違うか。はい。お疲れ様でした。